卵卵卵ふわふわ。エッグヤザーの無敵テレビ。どうもこんばんは、エッグヤザー軍団だ。本日はこちらの居酒屋花子渋谷南口店さんにやってきた。ここはちょっと可愛い女の子たちが働いてるお店らしいんだけど、なんで今日はここに来たかっていうと、実はこいつさ、みんな知っての通り童貞で女の子が苦手なの。二次元のアニメしか愛せないオタク野郎なんだ。そんなこいつを救うために今日俺はこいつにビシバシアドバイスして女ってもん教えてやろうと思ってんだな。あはい。あ、もしかしてステマですかこれ。ステマじゃねえよバカ。お前やめろ。いやもうやろう、もうやめろ。ドキドキするな。はい。じゃあ可愛い性質の女の子って。はい。皆さんいらっしゃいませ。おいくつなんですか？2人とも20歳。ああ、若いね。いや、若いですよ。綺麗ですね、本当に。ありがとうございます。2人とも綺麗だと思います。ありがとうございます。はい、いや、本当に。僕照れちゃうな。僕照れちゃうな。僕照れちゃいますよ。で、何にさ、彼氏はいらっしゃるんですか？いません。うっそー。君たち可愛いから絶対彼氏いるでしょ。いないでしょ。エッグポイント。こうやって女の子に可愛いから彼氏絶対いるでしょって言っておだてて、おだてておだてておだてていけば女はすぐ心を開くんだ。いい感じだな、いい感じですね、はい。あ、飲み物頼まなきゃ。なんかおすすめとかって今あるんですか？ですね、ただいまブリューセブンタウンさんとコラボしておりまして、はい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 、こちらのコラボドリンクが大変おすすめですね。へえ。じゃあこれ飲んでみようか。ありがとうございます。はい、はい、ありがとうございます。やっちゃった。もしかして女の方がいるから緊張されてる。うるせえバカ。あ、すいません、ありがとうございます。エッグポイント。こうやってちょっとおっちょこちょいな俺を見せることで女は安心して心を開く。今のわざとだったの俺。わざとだったんですが、うん、全然気づかなかった。自然だったろ。はい、乾杯コールいきます。はい、はい、おいしい。はい、美味しそうですね。パリパリ。はい。ザンギがパリパリで、はい、もも肉だからさ、はい、もうジューシーでさ、はい、ブチューって、ね、肉汁が出るんです。海鮮おこげでございます。はい、すごい。ああ、おすごい。ジューシーいってる、はい。いいですね。はい。おお、すごい。すごいな。はい。よし、取ってやる、先に。はい、すいません。どう？いや、サクサクしてて美味しいですよ。本当に？はい。味も美味しい？はい、味も。どんな味？いや、このとろみが効いてて本当美味しいです。海鮮とろみは味じゃないんだよ。あ、はい。味を効いてんだよ。海鮮の味がしてとっても美味しいですよ。はい、海鮮の味がするってことはほぼ味ねえぞ、お前。いや、この自然風味の味と。自然風味？はい。美味しいの？はい、美味しいですよ。食べてみよう。誕生日月のお客様、はい、お祝いあ、お誕生日。はい。今12月だろ。はい。まあ、何月まで？9月です。9月。これ2月。はい。足したら？11。今は？12月。12月？はい。じゃあ、まあ 1足りないけど、俺ら足して12月ってことでしょ。僕ら誕生日なんですけど、実は。よかったら、なんかそういうの見せてもらってもいいですか？じゃあ、特別に。あ、はい、はい。ありがとうございます。ありがとうございます。おめでとう！おめでとう！
ごいな。すごいですね、楽しかったです。ちょっとすごすぎて、近すぎて恥ずかしくなっちゃったよ。女の子がずっと見てくれるからな、顔真っ赤になっちゃうよ。顔真っ赤だよお前。本当ですか。お前はどっちがさ、タイプとかあった？どっちもいい女性ですけれども、僕はアニメの方がやっぱいいです。俺お前ダメだよ。竹銀、はい、ね、こんな美味しいご飯まで食べて、はい、サインまで書かせていただいてね、はい、最高だったな。いや最高でしたね、はい、本当に居酒屋花子さんのご協力のおかげで、はい、このような楽しい会が開くことができました、はい、楽しかったな。楽しかったです。じゃあ竹銀で最高最高イエーイバイ。私竹子可愛いでしょ。あなたのことが大好き。メガネ、メガネ、マジ気持ち悪いよ、竹子。